君にかかっているんだ。立ってくれ。メガネ、今度は様子が違うようだが、もう10メートルもねえし、ところどころの肉も足りてねえ。そしてエレンのケツが出ている。わかってるよ。エレン、まだ動かせそうか。何かしら合図を送ってくれ。エレン、ミカサ。おい、また単独行動だぞ、あのネクラ野郎は。処分も検討しとくか。いや、合図がない。ここまでだ。熱いな君、本当に。アンジさん待って、エレンから血が出ています。ミラモブレット、エレンの顔が。早くスケッチしろ。運転手、あなたに人の心はありますか。ごめん、取り乱した。道のりは長そうだな。巨人の硬質化の力を使って壁を塞ぐってのは。はい、自分でも最初から雲をつかむような話だとは。作戦としては悪くない。大量の資材の代わりにエレン一人連れてきゃいいんだからな。雲を雲じゃないものにできるかはエレン次第だ。実験終了。総員、直ちに撤収せよ。了解。目撃者がいないか確認。はい。お前はエレンと同じ馬車に乗れ。こっちはハンジたちとトロストクに戻る。はい。